石丸茂美石丸茂美大正12年10月18日は、日本の鉄道官僚、工学博士、貴族院直線議員、文後国薄木城下に、薄木藩士、石丸家佐造の長男として生まれる。1884年、上京して、三菱商業学校に入学するが、間もなく廃校となったため、大学予備門、第一高等中学校を経て、 1887年に東京帝国大学工科大学に入学した。1890年に卒業した後は内務省技士となり、秋田県庁に勤務した。1892年に定心省に展示鉄道技士となった。1894年、朝鮮出張を命じられ、日清戦争中の朝鮮半島の鉄道管理に従事した。翌年に帰国して、 高津保線事務所長に任命され、南高寺である、篠ノ井線建設を担当した。1900年には、陰陽連絡線与名護出張所長となった。その後、帝国鉄道庁技術課長、建設課長、議官兼技術部長を歴任したが、1915年に、前年12月に発生した東京桜木長官、電車開業時の事故の責任を取り退官した。 退官後の1917年には東京交材株式会社社長に就任したが原高氏と親しかったことにより現内閣が誕生した1918年に鉄道院副総裁として復帰した。1920年に完成変更で鉄道院が鉄道省に改組されると引き続き時間を務めた。1922年6月6日には貴族院直選議員に任じられた。 1923年、第二次、山本内閣が発足し、山内和次が、鉄道大臣に就任すると、声優会に近い石丸は時間を退任させられ、翌月に病没。ありがとうございます。